ごめんなさい。はい、いかがでしたか。悪いものを見たようですけども、まあ、気を取り直して後半戦参りましょうか。前半では和気あいあいの結成から、10年間初期の演舞をご覧いただきました。まあ、曲作り、振り付け、すべて本当に手探りの10年間等でございました。まあ、その中でも常にチームとして忘れないでいたのは和気あいあいとフレーズでございます。和気あいあいはそのよさこい精神といいますか、あのよく共演という言葉を使っておりますけれども、我々は競い合うよさこいではなく、共に演舞する共演ということを常に命じながら演舞をしてもらいました。和気あいあい、先ほどもね、ビデオに流れましたけども、自分たちが楽しく演舞することが周囲の皆様に幸せをお配りできるんだということを、まあ、この当時和気あいあいと名付けたわけでございます。まあ、これからは、ゲストチームの皆様と一緒にですね、2015年からですか、我々の曲を振り返っていきたいと思います。それでは後半、まず和気あいあいとしまして、和気2015歌舞伎早漏からご覧いただきます。都在都在哟
勢と応てず、和をもって立っとしとます。我ら一円卓章しかと肝に銘じ、お客様方のご登録にしみ入るよう、大向こうよりお声掛け頂戴できますまで、しかたく、隅から隅まで、ずずずいかを御願い立てまつりまする。和気2015歌舞伎でソロでございました。